聞こえますか？はい、聞こえます。今の33歳のはい。僕と同い年の方とその現状を報告し合う枠っていうのをやってるんですけど、まあ、お名前教えてもらっていいですか？年齢は33歳だと思うんで。適当でいいっすよね、名前は。あ、もちろん適当でいいですよ。じゃあ、検事で。ケンジさん。失礼ですが、ご職業は。ガソリンスタンドで働いてます。へえ。ガソリンスタンド歴何年ですか？マジで？実家がガソリンスタンドなもんで。なるほど。それで家業を継いでる感じなの？まあそうですね、ついでるで、まあ一緒に、働いてるって感じで。へえ、じゃあ高校卒業してそのままガソリンスタンドで働いてってこと？一応大学卒業して、うん。でちょっとなんですか、修行みたいな感じ修で。行って、何の修行？いや、その結局なんですか、大阪に行って2年間行ってこいって言われて、なんか用意された会社に行かされて。え、ガソリンについて学ぶみたいな？そうです、全然わからなかったけど、うん。家業を継ぐんだから、よそのとこ行って、厳しいところ行ってなるほ働いてど。こいって言われて、メンタル的な部それ分でっで。てことね。え、資格みたいなのっているの？危険物取扱検定みたいなのあったっけ？あります、おつよんですね。え、何？おつよんっていう資格があるんですよ。おつよ？おつ種、おつ種第4種っていう危険物の資格が。おつよんが、取ったの？おつよん。そうです。へえ、それでもう今じゃ、甲乙丙のおつ。甲乙丙のあ、おつ。このおつだよね。蛇みたいなおつだよね。そうです、そうです。だよね。へえ、それでぶっちゃけさ、今ガソリンスタンドさ、無人のセルフとかもできててバタバタ潰れてんじゃん。ですね、実家は大丈夫なの？どうすかね、うちも結構厳しいっすけど、だよね。けどまあガソリンスタンド以外にも、他にもこういろいろやってるんで、何やってんの？プロパンガス。ちょっとよくわかんない。プロパンガスの風呂場のやつ？あれですよ、ガスコンロ火つけたり、お風呂沸かしたりするプロパンガス。へえ、それも同一でできるんだ。ドイツっていうか、そうですね、うちの親がやってるから、だから僕が毎月お客さんのところ行って、ガスの検診回って。あ、じゃあもうそっちがメインみたいになりつつあるんだ。まあそっちの方が正直儲かりますね。だよね。あ、いろいろな仕事があるんだな。え、でさ、ちなみにさ、俺はさ、結婚してないんだけどさ、あなたはしてるの、ケンジさんは。いや、全然です。彼女独身は？です。彼女は？彼女は今いないですね。何年ぐらいいないの？正直、う大学生の時に行ったぐらいで、ん。え、でも10その後もう就職してからもう全然出会いがまずないです ね。10年いないってこと？そうです、そうです。マジで？そうですね、大学その、そうですね、大学3年生ぐらいの時に、うん。振られて、で、そのまま大阪行ったでしょ？で、うん。うん。戻って、その後全然出会いっつうもんないっすね。あ、そうなんだ。え、でもまあ、結婚したいなと思うんでしょ？マジで？俺も全くしなたい。いっていう気がまずないんですよ。え、でも20代の頃はあったっしょ？ 25 ぐらいの時は。大学の時付き合ってた時は、そういうあれもありましたけど、だよね。なんやろうな、そう、しばらく付き合わんくなると、なんかうん。どうでもよくなってきますね。だよな。よかった。俺だけかと思ってた。友達と、周りの友達は結婚してる？仲いいやつは2人ぐらい結婚してますけど、それ以外も、だから、その結局、友達と遊んでるのが一番楽しいんですよね。何して遊ぶの？今今の。ですうか？ん。今やったら、まあ、そうっすね、まあ、飲みに行ったりとか、あと、
最近はあれですね、結構もう30過ぎて、うん、温泉が趣味なの。俺もね、この前さ、女とさ温泉行こうと思ったら浮気がバレちまってさ、行けねえったわ。俺も温泉行きてえよ。うん、ドライブやてら温泉行って。あ、車も好きなんだ。そうですね、やっぱうん、そうですね、車も好きですね。ギリギリ俺たちって車好き世代だもんね。だよね。はい、段階ジュニアだもんね我々は。親たちがいい車乗ってるの見て、あ、やっぱそういう風にしなきゃいけないんだみたいなのを影響受けた世代だもんね。ですね、やっぱ車はそうですって言われてだよね。はい、よかった、なんか同じような価値観を持っていて安心したわ。俺も周りはみんな結婚してさ、加藤さんもう結婚してないとかありえないっすよとか説教垂れられるかなと思ったけど、いいよ、聞くよ、何食べたし。あ、いいですか。うん、うんこちゃんもよくなんすか、高校時代の友達とかとよく遊ばれてますよね。まあ中学校の時の友達が多いね、一番ね。あ、中学ですか。うん、自分がその高校時代の友達とよく遊ぶんですけど、周りの人たちから、え、まだ高校時代の人たちと遊んでるのみたいな、変わってるねみたいなことよく言われるんですけど。へえ、全然普通だと思うわ。ですよね、全然普通だと思う。気迫なのかね、そういう関係性が。ですかね、今でもよく飲みに行って遊んだりするけど、なんかそれ変わってるねみたいなことたまに言われるんですけど、全然普通だと思うよ。素晴らしいことじゃない、長く交際するっていうのは。ですよね、うん、よかったよかった。それたまに結構言われる気ですね。そうかなってよく自分でも思ってたんですけど。全然そんなことないと思う。あ、ですよね、あ、よかったよかった。じゃもしさ、もし万が一さ結婚することがあったらさ、はい、あの俺があのビデオレター出すからさ教えて。加藤さん、教えます。俺なんか33歳ってあの名前変えとくから。はい、わかりました。ちょっとその時は報告よろしくね。はい、わかりました、ありがとうございます。これからも同い年としてさ、このこれから我々がさ、この社会を引っ張っていかなきゃいけない立場だから、はい、お互い頑張っていこうね。ありがとうございました。はい、失礼します。失礼します。ほら、あんま変わんねえんだって結局。結婚したくねえって言ってたぞ、こいつも。33歳陶芸家です。マジで33歳で陶芸家になれるの？嘘だろ。同い年じゃねえだろこいつ。85ぐらいだろうかよ、陶芸家ってよ。昭和60年生まれ、ケンタッキー勤務。いいね、こいつ金の卵発見した。ケンタッキー勤務。もしもし、もしもし、もしもし、あのうんこちゃんです。あ、どうもこんばんは。ケンタッキー勤務の方ですか？あ、そうです。あの、じゃあ年齢は33歳だと思うんですけど、今年33歳の年だと思うんですけど、はい、あのお名前教えてもらっていいですか？名前どうしようか、じゃあ森川で。森川さん、はい、うん、連絡ありがとうございます。あ、いえいえ。今日ですね、あの僕が33歳になったということで、はい、世間の、はい、ありがとうございます。世間の33歳がどういうふうに生きているかというのを知る、はい、社会勉強をしているんですけど、森川さんどうですか、仕事の方は最近調子は。いや、あの今は大丈夫なんですけど、うん、やっぱりまあケンタッキーに勤務してるんですけど。え、ちょっと待って、ケンタッキーで何してるの？マネージャー勤務ですね。へえ、すごいじゃん。なんて言えばいいんだろうな、まあ、あの普通に厨房も立ったりしますし、うん、接客もしますし、うん、あのお店の開店閉店とかも任されてます。社員さんで頑張ってると。そうです、素晴らしい。ありがとうございます。その悩みとか教えてよ、俺と悩み共有しようよ。ちょっと今特定されそうで怖いんで、うん、今だけ切ってもらうことって可能ですか？あ、スピーカーを、マイクを。はい、そうですね。
そんな重要機密を放送しちゃう もしもし。へえ。なるほど、なるほど。個人情報だね、それ。なるほど。ちょっとじゃあ、オンにしていい？まあ、その時期的な繁忙期になると大変になっちゃうと。そうですね、クリスマスはやっぱり忙しいでクすリスね。マスはやっぱり売れるからね、ターキーが。はい、そうですね、チキンが。そうするとやっぱ自分がめいっちゃうの。めいりますね、本当に。まあ、大体22から26までが一応ケンタッキーでクリスマス期間って言って、一番強化販売してる期間なんですけど、その4日間、まあ、5日間とかで睡眠時間10時間もいかないぐらい、そんな忙しいの？めちゃくちゃ忙しいでケンす。タッキー、だって別に、あ、でもそっか、鳥食いたいのか、みんな。そうです、はい、もう開店から閉店までずっとお客さんがひっきりなしに来るんそで、れやむね。休む時間ないんですよ。それやむわ。はい、社員ともなると本当に、バイトの子はちゃんと休めるんですけど、え、でもさ、エリアマ、あ、な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 んか、マネージャーって言ってたじゃん。まあ、じゃあ副店長ですね。って言うと、やっぱ役職もしっかりしてるから、お給料はい。とかいっぱいもらえるんじゃないの？いや、それがあんまりこう見合ったお金もらえてないんですよね。え、でも一般的に、まあ、年齢ぐらいもらってたら幸せだって言うじゃん。我々で言うと33万ぐらい。ああ、そうですね。それより上か下かだけじゃ教えてよ。まあ、一応上は上ですね。全然上じゃん。じゃあいいじゃん。手取り30、まあ、税込みか。まあ、そうですね。はい。全然いいじゃん。いや、それでももうちょっと欲しいなってやっぱり思うんですよね。それだけ苦しいと。え、でもさ、今日日さ、いや、コメント見てもらったら分かると思うけど、今日日、はい。待って、手取りでも税金35だとして12で、450ぐらいってことでしょ、税込み。450より上でしょ、500年弱始。ぐらでしいですょ？ね。はい。全然勝ち組だって。本当ですか？全然勝ち組。いや、だったらちょっと今見てる人たちにちょっとケンタッキーぜひ入ってきてほしいですね。え、売り上げ上がったら給料上がんの？歩合みたいなのあんの？いや、歩合ではないんですけど、まあ、一応忙しいお店なんで、まあ、それなりの給料はもらえるんですけど。へえ、頑張ってるね。いえいえ、全いや、然そなんんかな。俺もすげえ今やる気出てきたわ。あ、本当ですか？だっよかったてです。ね、そうやって寿命をさ、すり減らしはい。ながら、あ、ちょっと、あと一個気になるんだけどさ、ケンタッキーのさ、鳥の中にさ、変な脳みそみたいなの入ってんじゃん、あれなんだろう、あれ、教えてよ。脳みそ。え、脳みそみたいなケンタッキーあるの知らない？脳みそみたいなケンタッえ、キー、これみん部な、位はどこですか？え、じゃ、部位は分かんないけど、開けはるとさ、ぐにゃ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 みたいな、あれ、内臓かな。い。ない、なんかつまみみたいのがあるってことですいや、か？ぐにゃ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 って、入ってるんだよね、たまに。寄生虫とかじゃなくてですか？寄生虫とかじゃないんで寄す生か？虫じゃないと思う。量が尋常じゃないのね。なんかそれは骨の近く。大丈夫、食べても大丈夫なやつだ。ちょっと黒めのやつですか？黒目なのかな、ちょっと、なんか、俺はいつも食べてないけど。一応大丈夫なような調理はちょっとあ、しているのしてるで、んだ、ありがとう。はい、助かっ食べたてもわ。問題ない部位だと思います。はい。ケンタたまに食いたくないから、俺も食いたくなるんだよ。新宿西口のさ、しょんべん通りのケンタッキーよく行くんだよ。そうなんですか。本当にいつもお世話になってます。いえいえ、こちらこそありがとうございまこれす。からも俺応援してるから。あ、結婚してる？あ、結婚してます。あ、マジで？はい。結婚何年目？結婚4年目ですね。28でしたんだ。29、はい、20、そうあ、ですね、9の年今か。子供は今いるんですか？子供はいないですなんね。で子供作んないの？いや、今の状況で子供作ると、ちょっと面倒見れない嫁さんにだいぶ見てもらわないといけなくなるんで。え、で、嫁さんって何やってんの？仕事してんの？職業言わなくていいから、働いてるの？それとも専業主婦なの？働いてないです。あ、すげえ、お前、嫁さん一人食わしてんだ。もう本当ギリギリですけど。めっちゃかっこいいね。俺もなんかお前みたいな大人になりたい。もうダメだけど、同い年だけど、俺もそうなりたや、ありがとうございます、こんな。い。いや、でも、応援してるわ。ありがとうございます。子供嬉でしきいでた、す。子供できたらビデオレター送るから教えてもらってよ、俺に。わかりました。
ました。うん、子供できたら俺、はい、ビデオレター送るわ。僕も送りますね。うん、よろしく。はい、頑張ってね。これからさ、俺たちが社会を担っていかなきゃいけない年代だから。そうですね、ちょっと頑張りましょう。あ、はい、辛いね、世代だけど頑張っていこうね、本当。はい、頑張ります。僕もありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼します。失礼します。嫁さん一人食わしてるってかっこよくない？こうありたいよな。あ、陶芸家。ちょっと待って、世の33歳。聞こえてる？ちゃんとみんなに。あ、もしもし。もしもし。はい、あ、配信見てます。あ、うんこちゃんです。はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、ね、年齢は33歳でよろしいですか？そうですね、11月までなので学年はちょっと変わっ一つ変わっちゃうんですけど。え、変わんのくらい？4月に誕生日で、うん、34になるんですよ。あ、なるほど。あ、今ためってことね。あ、なるほどなるほどなるほど。今33なんですけど。じゃあ年齢は一緒と。はい、そうです。まあ大丈夫です。あの、失礼ですが、ご職業は？あ、今あの陶芸家をしております。あの、陶芸家をしていますっていう方に会ったことないですけど、陶芸家ってどうやってなるんですか、まず。僕の場合は、はい、普通の陶芸家さんって、あの、そういう陶芸を学ぶ学校に行って、はい、でそこであの陶芸家になるんですけど、私の場合は、うん、あの、もともと会社員をしてて、はい、で土日に陶芸教室に通ってて、うん、でそこから独立をしたんですよ。え、陶芸家ってまずそもそもどうやって食ってるんですか？私の場合はもう作品を作って、うん、それを販売して、うん、でそれでなんとか食ってますね。え、売れてるんですか、まず？あ、ギリギリ、はい、まあまあまあそこそこですね。どういう層が買うんですか、それ？私の客層は結構若い女性で、20代30代ぐらいの女性がメインで売ってます。20代の女が買うんですよ。なんかハンドメイドとか、うん、なんだろう、手作り品みたいなものを販売するイベントが結構たくさんあって。ねえ、ちょっとさ、すごい俺悪魔みたいなこと言っていい？はい、ここだけの話、バカなやつだと思う。ここだけの話、絶対バカなやつだなって思うよ。ちょっと、思わないね。ありがたいなと思ってるんで、そこまでは、うん、そうだよね、よかった。そうだよね、そうだよ、ありがたいお客さんだもんね。そうだよね、そんな、よかった。そうだ、朝礼バカツボ買いやがってよみたいな感覚がないんだ。いや、そんな、はい、そうだよね、それそうだよね。命がけで作ってんだもんね、自分のね。ああ、でも20代とか買うんだね。そうですね、ハンドメイド好きなんだ。え、なんかさ、もしさ、差し当たりなかったらさ、今度さ、その、はい、まあ、放送に載せちゃいけないだろうけどさ、作品見してよ。あ、そうですね。え、放送に載せちゃダメだよね。あ、で大丈夫ですよ。あ、マジで？はい。え、ちょっと LINE に送ってほしいな、今。あ、わかりました。え、それ見せていい？ちゃんとその名前消すから。あ、わかりました。うん、一回切っちゃっていいですか、ね、あ、あのね、これ右上の方の、はい、やっぱ30、右上の方のさ、矢印をポンと押すと、はいはい、画面が LINE の通話に戻るの。あ、通話じゃなくてチャットに戻るから、そこでやってもらっていいですか？わかりました。ちょっと33なんでおぼつかなくて。わかんないよね、なんかさ、それでさ、若者のクソガキどもがさ、俺のこと情弱情弱って言ってくるけどさ、気持ちわかってくれるよね、陶芸家だったら。ちょっとやってみます、はい。俺も職人みたいなもんだからさ。よかった、みんな LINE わかんないって。陶芸家の方とおしゃべりできる機会があるとはな。陶芸家ってすごいな、かっこいいな。年収とかも聞いてみようね、後で。どんぐらいなんだろうね。いい。もしもし。あ、ちょっと待ってくださいね。あの、名前絶対見せないんで。
なんかおしゃれ、俺のさイメージしてる陶芸家じゃない、めっちゃおしゃれなんだけど、なんかすごいよ。俺も欲しい。もしもし、はい、かっこいいっすね。ジグソーパズルと同じように、うん、あのピースを一つずつつなぎ合わせて作ってる器なんですよ。でやっぱ普通の器とちょっと違うので、うん、なんかそういうところで評価してもらって、なんか可愛いとか言ってもらって。その発想っていうのは自分で見つけたんですか？あ、そうですね、はい。へえ、才能だわ。え、失礼ですけど、あのまあ、ギリギリ食べれてるとおっしゃってるじゃないですか、はいはい、あの年収的、年収というか、まあ、月収的なものはどれぐらいなんですか？まあアバウトでいいですよ。販売する月によってイベント、うん、出店するイベントが多い月、少ない月で結構変わってくるんですけど、うん、多い時だとまあ利益的に大体月50万とか。すげえ。いやだって今コメント見てる限り、いや買いたい買いたいっていう人もいっぱいいるよ。ああ、いやこれも欲しいもんこれ。な、女の子のプレゼントするときとかさ、えこれなんかちょっと距離のある女の子にプレゼントするときとか、はい、あのなんていうの、ブランド物とかってなんかちょっといやらしいじゃん、はい、あこれ手作りなんだよって渡せたらすげえいいよね。あ、そうかもしれない。ネット販売した方がいいって。ネット販売、そんで、あの、俺かませ、俺かませて、俺かませてネット販売しようよ。で、二人で大儲けしてさ、なんかクラブとかでさ、ブイブイ言わせようよ。やっぱ30だし、俺らも。その説はよろしくお願いします、本当。でもネット販売は本当した方がいいと思いますよ。俺も欲しいもん。いや、でも貴重なお話聞かせていただいてありがとうございました。はい、あの、いつもの作ってる時に、うん。嬉しい。めっちゃ嬉しいそれ。元気もらって、あのいつも、はい、作ってます。いやもう本当に嬉しいです。僕それが一番嬉しいんですよ。なんかやりながらとりあえず寝る前とかになんかつけて放置 しながらなんか余韻に浸るみたいな、自分がそういう使い方してたんでニコ動とかって。はい、そういう人たちに向けてやってるっていうところもあるんで、はい、ありがとうございます。いや、これから社会の中心を担っていかなきゃいけないんで。あ、失礼ですけど結婚されてますか？あ、独身です。あ、なるほど。彼女さんは？あ、いないですね。もう本当さっきの方と同じくらい、10年ぐらいいないですね。え、もう結婚願望ないんですか？まあ、ちょっとそうですね、陶芸楽しいですね。じゃあもしあの結婚される機会があったら、あの僕ビデオレター送るんで、ご一報もらっていいですか？はい、ありがとうございました。本当ありがとうございました。はい、失礼します。すげえ、そんなことってあるんだな。すごくない？陶芸家だよ。ちょっといい人生だわ。みんなやっぱ結婚してないな、総じて。その周りがやっぱ結婚するから、俺結婚してないじゃん。なんかちょっとその同じ花の無事な求めて、ちょっとやっぱさ、どこかずれてるやつ多いじゃん。陶芸家とかさ、やっぱ普通の人間って陶芸家にならないでしょ。ちょっと奇てれつな発想を持ってないと陶芸家にはならないでしょ。でもあの作品見たら、おーすげえと思った。発想も自分で全部考えたんだって。普通のサラリーマン行きたくない？ねえ、逆に。普通の超普通のサラリーマンの話聞きたくない？だって、俺ができなかったストーリーの意味だから。もしもし。もしもし。あ、はじめまして、うんこちゃんです。あ、はじめまして。お願いします。あの、年齢は30、今年33歳の年ですか？そうですね。あの、失礼ですが、お名前は、あの本名じゃなくていいんで、お名前は。中島さん、若干声大きくしてもらっていいですか？ごめんなさい、僕の都合で。これで大丈夫です。あ、大丈夫です。まあ、つかぬことをお伺いしますが、中島さんはサラリーマンであると。そうで
どういった、まあ、その系統、まあ、特定はされないと思うんで、どういったお仕事されてるんですか？広く言えば IT 系。へえ、じゃあまあ、同業っちゃ同業っすね。僕も広く言えば IT 系なんで。そう、確かにそうですね。そういうことですよね。そうですね。おっしゃる通り。普通にじゃあ何百人とか何十人もいる会社で、です。はい、そう、何千とかなんですけど。何千人いる！はい。じゃあ結構大きい会社っすね。まあ、規模だけでも大きいかなと思いますね。俺も昔、光通信っていう会社でアルバイトしてたんですけど、悪魔みたいな会社でした。ちょっと営業のバイトを二十歳の頃にしてて、机蹴っ飛ばされてたんですけど、そういう会社じゃないですか。そういうのは正直なところ、今の大手の会社っていうのは結構いろいろ政府とかから厳しく取り締まられてるっていうところもあるので、なるほど。そういったところはないですね。ああ、よかったよかったよかった。だからサラリーマンならではのなんか悩みみたいなの教えてもらっていいですか？僕、サラリーマンやったことないんで。なんか、なんていうの、刺激がないってやつですね。そう、もうただただまた死ぬのを待ってる。そこまでもう考えてるんですか？まあ、そうなりますね。でも、悪いこともないよね、それは。まあ、そうです。リストラされるとかっていうのは、うん。大きなミスをしない限りは、う企業ではないので、ん。うん。まあ、そういったところでは、いう感じですかね。いやでも、その隣の芝は青く見える。じゃ、例えば、中島さん、僕を見て羨ましいなって思いますか？あ、思いますか？だけど、僕、中島さん、羨ましいなって今思ってるんですよ。本当に。それはありがたいですね。だから、多分隣の芝が青く見えてるだけで、すごい素敵な人生だと思いますよ。本当そう言っていただけるとちょっと自信が。俺、病院に勤めてたから、そういうなんかオフィシャルなところで、働いてる人、まあ、病院もサラリーマンじゃサラリーマンだと思うんですけど、でもなんか、立派に勤め上げるみたいなのって、俺、すごいかっこいいし、素敵だと思いますよ。それ言っていただけると本当に今涙がちょっと出てきそうですだけど、コメントでも見てわかる通り、結構、なんかやっぱ、それは自信持っていいぞみたいな。そうなんですかね。年収ってどれくらいなんですか？突如として聞きますけど。その残業の有無なんですけうど、ん。月収ですか？月収でも、税込みで。年収でいいですか？ちょっとよくあんまあ、り。年収でいいっすよ。はい。今、750万ぐらいです。めっちゃ稼いでるじゃ残業は結構多いんですよん！ちょ、飯おごってよ、俺に。飯おごってよ、俺に。さんとか絶対もらってるんいやいや、俺でもさ、あれがないから。福利厚生ゼロっすよ。いやいや、もちろん、だからそれ込みも、あなたの、もちろん収入に入っていいと思うんですけど、だって、俺、何の保証もないっすよ。明日、なんていうの、倒れたら、もう僕、のたれ死ぬしかない。でも、あなたには、いろいろ保証があるわけじゃないですか。それはありますね。ものすごい勝ち組っすよ。750万。でもさ、今思ったけどさ、750万あなた稼いでてさ、それでさ、俺って平坦な人生だなって思っちゃうわけじゃん。でもさ、人間って欲深い生き物だと思わない？それは思いま だってそんなさ、一般的に33歳でさ、750万稼いでたら、すげえ羨ましいって、みんなから羨望の眼差しで見られるような人間ですよ、あなた。本当ですか。うん、本当に思う。ありがとうございます。いや、すごいよ。もう自信持って肩で風切って生きてていいと思うわ。そういうわけにはいかないところありますよ。例えばさ、もう一人自分がいたら、その人には何させるの？聞きたいわ。If。俺は会社員辞めて、今、なんか YouTuber みたいなことやってるけど、あなたがもし辞めるとしたら何言われたの？陶芸とかやりたい？何でもなれるんだったらやっぱプロ野球選手 やっぱそういうのに憧れるんだ。そうですね。YouTuber はどう？ YouTuber は。YouTuber もやっぱヒカキンぐらいあれば結構いいですよ。 ヒ
カキン年収15億ですけど、やっぱそれぐらいだと YouTuber やれないですか。俺結構頑張って年収1200万ぐらいですけど、やっぱその程度じゃなれないですか。いや、その社会的地位みたいなところがあるじゃないですか。そうね、そうよ。ここがちょっと足りてないのかなとはやっぱ思っちゃいます、ね、やっぱ15億ぐらい稼いでないとちょやってらんねえなっていうところっすよね。いや、すごいわ。でもそう、納得する。俺もあなたの立場だったら同じこと言うもん。うん、いやでも俺立派だと思うよ。ちなみにご結婚されてますか？いや、してないです。あ、彼女は？彼女はいるんですけど。何歳彼女？彼女30です。ああ、じゃあ結構もう、じゃあもう結婚も視野に入れたお付き合いですよね。そうですね。なんかもう、で彼女は幸せでしょ。そんなお金もあって誠実そうだし。いや、実際やっぱちょっと厳しいですよ本当に。結婚する気ないの、その30歳の女の子と。理由教えて。ここだけの話、理由教えて。いや、もっと若い女がいい。もっと若い女がいい。教えていいよ。今日は33祭りだからいいよ。言っていいよ。若干もあるといえばあります。やっぱもっと若い女がいいなっていうところはあるんだ。そういうところはあります。まだよね。やっぱ年収もあと3年もすれば1000万超えてくるし、俺にはもっと女がいいんじゃねえかって。そうだよね。だよね。やっぱそういう男はいろいろ背負って生きてるもんな。そうですね。いや嬉しいわ。なんかそんなすごい得の高いね、企業に勤めている方も僕の配信見てくれて、はい、もうずっと見てますんで、あのこれからもう、あの我々が社会の中心を担っていく年代だと思うんで、はい、やっぱ20代には出せない味をこれからも我々出していきましょう。加藤さんに負けないぐらいちょっと癖から気合入れていきたい。うん、俺もちょっとあなたに負け、中島に負けないように気合入れてやるわ。これからも仕事頑張って応援してるん で、もし結婚した暁には僕あのビデオレター送るんで、ぜひご一報いただいてもいいですか。はい、でその時は言いますよ、あのあなたの旦那さんもっと若い女で結婚したいって言ってましたよとは言いますけど。でも応援してるのは事実なんで、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。すごくない？同い年で会社勤めで750万よ。かっこよくない？月収月単純計算60稼いでんだよ。やばくない？マジですごいよね。すげえ勝ち組じゃない？いやでも俺なんか特殊じゃん。じゃ倍稼いでてようやくフラットだよ。俺が1500稼いでたら同じぐらい、感覚的には。だって何の保証もないんだもん。明日俺ゼロになる可能性って全然あるからね。でも中島はさ、よっぽど閉じらない限り死ぬまでこれ以上のお給料をもらい続けられるんだよ。すごくない？すごくないか。一流企業だよね。エリートボスだよな。750もらったらすごいわ。立派な人というか高収入の。そんな人がさ、俺って平坦だなって悩んでるって、どんだけ人間って欲深いんだよ。ドワンゴ相手に仕事してるサラリーマンです。ちょっと言ってみようか。もしもし。あ、もしもし。あ、こんばんは。こんばんは、はじめまして。はじめまして、うんこちゃんです。あ、よろしくお願いします、ね、楽しく来てます。ありがとうございます。年齢は33歳で間違いないですよね。あ、年齢85年6月なんで33歳。あ、じゃあ僕よりちょっと早く生まれてると。そうですね。失礼ですが、お仕事は何されて、あ、お名前は何ですか？じゃあ山田で。山田さん。はい。ひさしじゃないですよね。ひさしじゃない。ホワイトカウンティーじゃないです。ちなみに山田ひさしさんのことどう思いますか？山田ひさしさんですか？うん。うん、大人になっていくってちょっと辛い現実だなって思いました。はい、山田さんは素晴らしい人間ですけど、はい、で、失礼ですけど、お仕事は何されてますか？仕事はウェブ会社で、うん、マーケティングのお仕事をしてます。あ、ドワンゴとお仕事されてるっていう方でしたっけ？あ、そうですね。あ、僕もちなみにドワンゴと何度かお仕事させてもらってるんですけど。そうですよね。
どうですか、まあ、その機密情報とかもちろん言わないでほしいんですけど、どうですか、ドワンゴは。おお、まあ、角川って、ね、言って東証一部上場企業だもんね。だよね。仕事できるんだ。どういうところでそういう印象をもらったの？へえ。なるほどね。で、今のこのドワ、ただそんな優秀な社員がたくさんいるにもかかわらず、今このドワンゴの惨状を見て、あなたはどう思いますか？そうですね。ミクシーしかりね。そういう方たちだっていうふうにもうあなたは思ってるんだ。まあ確かに有能だもんね、トップの方は。僕ね、その下の方の末端の社員さんとかは結構仲いい人も、まあ、何人かいて、あ、なんかいい人たちだなと思うんですけど、俺上層部端から端まで全員嫌いなんですよ。 なんでじゃあドワンゴ出てんだっていう、公式出てんだっていうふうに怒られちゃうんですけど、端から端まで全員本当にくたばれと思いながら出てるんですけど、それは僕がやっぱ考え改めた方がいいですよね、やっぱり。そう、現場の方のドワンゴの社員の人たちですか。社員じゃない人たちもいっぱいいるじゃないですか。まあまあ、いますね。外部のね、外注のね。そういう人たちはもしかしたらそうじゃないかもしれないけど、社員の人たちは担当の人とかすごい優秀だなと思います。もう頑張ってはいるよね、多分ね。あなた、ちなみに失礼ですけど、まあ、みんなに聞いてるんだけど、年収はどれぐらいあるんですか？おお、頑張ってる。な、高収入多いね。今のその年収、どうですか？残業とかってしてんすか？そう、残業せずに年収600万もらってんの？めちゃめちゃ勝ち組じゃん。めっちゃ勝ち組だよ、それ。やば。俺1日10時間残業したことあるよ、俺。月10なんだ。いや、やっぱいるんだな、そういうふうに。あ、ちなみに彼女はいんの？彼女は。あら、バツイチなんだ。なんで離婚しちゃったんですか？原因は？浮気っすか？最低だね、浮気する女とか、マジで。それ何、なんでバレたの？すごいうっこちゃんに怒られると思うんですけうん、いいよ。スマホのうん。通知に男の名前が出てたんですいや、俺男は携帯見ていいと思ってるから。そんで。男の方が偉いから、男は携帯見ていいと思ってるよ。それで。俺正直に話すよ、今日は。なるほど。その通知のところに男の名前がポンって出て、お前これふざけんなよってなったんだ。いや、おかしいおかしいおかしい。マジで？元奥さんは何歳？27の年。いや、でもそれ結婚したら浮気しちゃダメよ。
え、それちゃんと慰謝料もらった？あ、もらいました。いくらもらったの？男と女から100ずつもらってます。うん、あ、まあじゃあちゃんとしっかりせ、あれはしたんだね。あ、ちゃんとそうですね。じゃあこれからまたじゃあ、なんかそんな女じゃなくてさ、なんかその、あなたに会った女性絶対見つかると思うんで。そうですね、でも最近すごく風俗ばっかり行ってます。まあそうなんだ、どこ行くの？あ、なんか池袋とか行ってます。じゃあ今度池袋のいいおっぱぶ俺が教えてあげるんで、そこで傷を癒してください。で、もし再婚する暁には僕からビデオレターだ。それは許せない。俺の視聴者、これ繋がってるよ多分ね。ちょっと待ってね。こういう時は一旦チクラン開いて、チクラン開いて、俺のページに飛んで、新しいさ、パソコンにしてからさ、ブックマークとかがまだ整備されてないんだよな。配信止まってた今。いや。どこまで聞こえてた俺の発言。これもしかしたら OBS、 いや延長バグか分かんないけど、なんか止まっちゃった。あ、ビデオレターまでちゃんと聞こえてた。よかったよかった。その後はもうごくごく自然の流れで切りました。貼り付け OK と。うわー戻っちゃった、最悪。まあいっか。アイコン戻っちゃったよ。これでいいよ。もうやってみたかっただけだし、ちょっと